世界のどこかに星形の実をつける木があって、その実はつながりのちぎりになるんだって。そしてその実を貝殻で模したお守りを持っていると、たとえ離れ離れになったとしても必ず再会できるらしいの。みんなお揃いよ。つながりだよ。これよりマスター承認試験を行う。キーブレードに選ばれし者としての心のありようが試されるものである。幸いなことに遠方よりマスターゼアノートが足を運んでくれた。ミッキーの星のかけら。流れ星に思わぬおまけがついてきたぞ。強い心を持つんだ。心の強さはどんなに辛いことでも乗り越えられる。ビビディバビディブー。私もその靴を履いてみてもよろしいでしょうか。おばあさん、これ落としたよ。おお、私の頼みを聞いてくれればこの鏡にゼアノートとやらの行方を聞いてやろう。まさかテラ。その男が魔物を使って姫を襲わせたのでは。何かあったのですか。白雪姫が。危ない。テラとアクアを知ってるのか。とも、いつな。何かあったのか。寺でなくなるってどういう意味だ。言葉通りの意味だ。寺という存在が消えるんだよ。キーブレード。お前の力見せてくれよ。マスターゼアノート、俺は何を学べばいいのですか。そのままでいい。心の闇を消すのではなく力で制するのだ。テラが闇に落ちるはずない。この先君とは縁がありそうな予感がする。何用だ。今は城に入ることはならん。見よ、かつては主人の心と一つにあって力を宿していた鍵の残骸をこの地で繰り広げられた光と闇のキーブレードの戦い、キーブレード戦争の後だ。